マルチタップなどを使用、タコ足配線、ビタミンというハシミルフンク。アイロン君の決勝の伊沢です。ハシです。鈴木です。ナイスガンスガイです。コウちゃんです。山本です。桜です。本日はネイチャーメイドプレゼンツスーパーマルチビタミン&ミネラルクイズ。健康には栄養、運動、睡眠の三拍子揃った生活が必要不可欠でございます。知らなかったの？根気も必要かなと。なるほどね。まあ、それは結構今回重要ですけどね。あ、根気？今から皆さんには3つのラウンドで戦ってもらいます。最終的に3つのラウンドで得たポイントを掛け算して合計得点がチームの点数となりますので、力を合わせてバランスよくポイントを稼いでください。勝ったチームは負けたチームより健康。イエーイ。それでは参りましょう。第1ラウンド、栄養カルタ。栄養をとっても栄養栄養映画。さあ、何今から6人一斉に行うクイズです。答えはネイチャーメイドのボトルに書いてあるどれかになってます。なるほど。確かにこのフェアリーサークルみたいなやつか。鉄とか書いてあるわ、はい、そういうことね。これが答えになるってこと。そうです。カルタの要領で最初にゲットした人が一抜けとなります。はい、なるほど。それではやっていきましょう。はい、第1問参ります。行ってみよう。よーい、スタート。ざわしてんじゃん。おい、ちょっと、おい。問題。タバコを吸うと生体内の総量が減るとの報告もある。はい、ビタミン C。 鉄のイオンを FE3 プラスから FE2 プラスへ、つまり十二指腸でより溶けやすい形態へと移行する働きがあるため、鉄の吸収率を高める効果もある栄養素で、水溶性であるため茹でると効率的に摂取できないという特徴や、パプリカ、イチゴ、キウイ、レモンなどに含まれることで知られるのは何？これは俺だろ。正解はビタミン C です。最初？一番最初に取った。もう強すぎる。化け物か。俺のこと舐めてて、俺は保険5だったから。どこで分かりました？タバコで減る。すごっ、すごっ。もう序盤も序盤じゃん。ということで赤チームに3ポイントが入ります。3ポイントが入ります。3ポイント予定。第2問、よーい、スタート。ちょっと、おい、頑張るんだ、頑張るんだ。問題。神経管閉鎖障害の発症リスク低減のため、妊娠の可能性がある女性はサプリメント等で1日 0.4mg 摂取するよう厚生労働省が呼びかけている。サプリに含まれるものはプテロイルモノグルタミン酸、食品に含まれるものはプテロイルポリグルタミン酸と呼ばれる水溶性ビタミンで、その名の通りほうれん草、からしな、魚、白菜、レタスなどの葉っぱに多く含まれるのは何？正解は葉酸です。ちょっと酒井コーチ、酒井コーチ。そっちの方さ、そっちの方人追って取れなかったの。どこで分かりました？あ、ほうれん草。あ、ほうれん草で。いやらしい。はい、ということで林さんが2抜けです。それでは第3問、よーい、スタート。あーおい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 、早く問題読め。問題。フランスのトランプのクイーンの札に書かれていることが多いトラファルガーとワーテルローや、モンキーとルフィの間に入れるとワンピースのキャラクターになる英語のアルファベットで、クイズノックのチャンネルで公開されたこれを5つ重ねたクイズ企画は100万再生を超える人気を博しているのは何？正解は D です。モンキー食物繊維ルフィ。伊沢さんさ、人のことフォールすることにのみ集中してるからさ。そう、問題聞いてるんだもん。栄養ラウンドは青チーム2点、赤チーム4点となりました。4点、まあ強かった。はい、それでは続いて運動ラウンドに参ります。第2ラウンド、運動。イエーイ、勝ちました。今回は対戦形式で3回ゲームを行います。はい、赤チームと青チームから1人ずつ出場して、後ろにあるクライミングウォールですね、こちらを登って先にてっぺんにあるネイチャーメイドをゲットした方が2ポイント獲得。ちょっといいですか？はい、なんなんなん、
そこ壁がですね3つありまして、青が、まあ、90度の壁、うん、で黄色赤になるにつれてどんどん傾斜がきつくなってきてます。はい、それでは登っていきましょう。はい、青い壁の前に来ました。一番上にねネイチャーメイドがありますね。高くない？まあ今回ちょっと非常に危険なので安全にはしっかり配慮してやってください。はい、鈴木さんはこう作戦みたいなの立ってますか？とりあえずなんか動き出してみて、そこからこう組み立てていくっていうと、はいはい、かなり偉そうですけどちょっと考えようかなと思います。山本さんはもうねオブザベ終わってるんで。オブザベ、これ最初にやるやつが絶対言えるやつもうオブザベって言葉言いたいだけです早速参りましょう。はい、はい、頑張って山本さん。頑張る。よーいスタート。さあ始まりました、青の壁の戦いです。今日は私、はい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 、これなんかの CM みたいな。やばい、入られた。はい、やっぱりだね。解説してる間なかったよ。あっち有利じゃない？だってさ、こっちさ結構ポケットホールド多いよこれ。用語言うために。ということで山本さん2ポイント獲得。はい、それでは黄色の壁です。イエーイ、行ったらいい渡辺。行けよ行け。はい、ここ90度よりもこちら側に傾いてるという結構厳しい壁です。強傾斜ね、強傾斜、強傾斜、強傾斜、A 角ね、A 角、うん、A 角度ってことよ、 A 角度。はい、こうちゃんはどうですか？鈴木さんの組み立てを参考にしながら負けてるから。よーい、スタート。さあ、今回の商品は B6 となっております。おい、こうちゃんやばいって最初からダメじゃん。まだいける、慎重にボタン押したら即ね、戻っちゃうから。いいよ、いいとこに足かけてる。もう取るだけ。あ、誰だ誰だ誰だ、取った取ったぞ。あー、すごい。林ばっか見てたけど、こうちゃん何してたの？林さん2ポイントです。見事、強かった。鈴木さんの組み立てを参考にしたのが間違いでした。鈴木にも失礼だよ。さあ、最後の赤い壁にやってまいりました。石壁の戦い。準備も万全。いや、俺にも触らせるみたいな。顔に塗んだ。そこいらない。よーい、スタート。頑張れ頑張れ。うわー、石壁の戦い。いいよいいよいいよ。おー、手の長さ。くそー、菅井さん2倍の獲得。結構俺いけてたと思ったけどね。うん、ここ手届くなっていう見切りが大事だから。なるほど、ね、これ取るゲームだから、上登るゲームじゃないんだよ。合計で青チームが2ポイント、赤チーム4ポイントとなります。さあ、それでは続いては睡眠ラウンドです。睡眠第3ラウンド、睡眠フラッグ。睡眠軍、皆さんにはこれからそちらの布団で寝ていただきます。いいでしょう。寝るの？レスリング場で布団を引いた団体多分我々初です。マジいるかもしれない。布団ぐらいになれるかもしれない。ビタミン並べたのは俺たちがあるあ、違いない。鶏の声がしましたらすっきり目覚めて、足元の方向にあるネイチャーメイドのボトルをゲットしてください。はい、2つの布団が横並びになっているので2人で1本のボトルを奪い合うという形になります。それでは早速寝ていきましょう。ファイヤー。犬ですよ。犬ですよ。ああ。鈴木さんと
菅井さんが、はい、鈴木さんの勝利、はい、林さんとこうちゃんが林さんの勝利。椅子の上にあるって知らなくてさ、あっちのマットを引っ込んでた。伊沢さん対山本さんが、はい、勝ちました。はい、2人、はい、最初はあっちが手かかってたけど、最終的に持ったの俺だった。ずるいんだよ。ずるいずるい。それさ、自分も言ってるけど、山本さんの勝利で最初手かかってんだから。青チームが4ポイント、赤チームが2ポイントとなります。それでは最終ラウンドへと参りましょう。この番組はアメリカナンバーワンサプリメントネイチャーメイドとクイズノックの提供でお送りいたします。ファイナルラウンド、スーパーマルチビタミン&ミネラル早押し。早押しかい結局。ここまで栄養、運動、睡眠と三拍子揃えてもらいましたが、まあ、これをね、底上げするのがスーパーマルチビタミン&ミネラルでございます。なるほどね。20問連続で早押しクイズを行います。1問正解すると全てのラウンドがプラス1ポイント、5等すると全てのラウンドからマイナス1ポイントされます。青チームが224の16ポイント赤チームが442の32ポイントです。はい、これはどっちが有利なんだ。もし青チームが1問正解すると335の45ポイントとなり逆転できると。1問で逆転できます。最終結果高い方が健康と。健康、はい、健康であることに意味あるんですか。まあ、一番大事ですよね。間違いない。それでは参ります。スーパーマルチビタミン&ミネラルクイズ問題。スーパーで買い物する地元のスーパーなど。スーパーマーケット。マルチタップなどを使用。タコ足配線。ビタミンというアシミルフンク。アンドやハルカスの頭についてアベノ。ミネラルなど栄養が豊富であることから海の実。カキ。スーパーで表示する字幕スーパー。スーパーインポーズ。マルチな分野で活躍したため口紅。レモンドローイン。ビタミン U と呼ばれる物質のことをキャベツに。キャベジン。アンドロイドの名が。未来のイブ。ミネラルの銅、クロム。すいません。スーパーアーバンインスイカ。マルティプライやディライ、エドシーラン。ビタミン B1 を発見し、鈴木梅太郎。アンドリュー・ワイルズによ。テルマーの最終定義。ミネラルで一番人体に多いのはカルシウムですが、2番目カリウム。スーパーコンダクティビティの役。カマリオンネス。マルチメディアやユビキタス。バズワード。ビタミン F で2001。新松清さん。安藤信正がミトロー使用中。ミネラルランチ、時の過ぎゆくままに勝手に。だから、沢田健二。終了でーす。どうだろうね。点数の発表に参ります。はい、青チーム441点。おお、多いのか少ないのか分かんない。分かんねえ。分からない。赤チーム1089点で赤チーム勝ちです。おいおい、家庭が分かんねえから、おい説明してくれよ。224だったのが779になってる。うわー、いや中毛さん来た。赤チームは442が11119となりまして1089ポイントです。やった、平方数だ。てか山本さん7問も正解してくださったんですよ。ありがとうございます。1人7問か。そうなの。それだって俺1問しか正解してない。正解してくださったよね。俺間違えただけだから。僕じゃん、今日。今日優勝者僕じゃん。このチームよ。俺たち結構チームとしてのバランスが良かったからね。ということで優勝は赤チームでーす。はい、ということで、ね、今日はね、スーパーマルチビタミン&ミネラルクイズやってきましたけどね、我々が勝ちましたということで。勝ちましたね。おめでとうございます。山本さん、おめでとうございました。各ラウンドバランスよく点数取ってたのが大きかったですね。やっぱこう、3つのバランスが大事ということですね。栄養、運動、睡眠、早押しのバランスが大事だということが分かりましたね。はい、ということで運動は大事、バンドはエイジということで、皆さんもしっかりと運動していきましょう。
はい、ということでチャンネル登録、高評価、質問、コメント、サブチャンネル、ツイッターもよろしく。スノーはいよ、スーチョー2000、このスーパーマルチビタミン&ミネラルが目に入らぬか。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄にツイッターなどもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。